はい、それではただいまから、谷垣総裁の定例記者会見を開催いたします。はい、総裁お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。まず鳩山総理の辞任に関連しまして改めて2点、申し上げたいと思います。1つ目は選挙目当ての上辺だけ の看板の掛け替えでは済まないということですね。民主党政権は結局政権交代の期待とそれから政権公約を、ここまで、裏切ってきたということでありますから、解散総選挙をして改めて国民に信を問うべきであると我々は考えております。自民党はそれをきちっと受けて立つ、堂々と受けて立つということであります。それから2つ目にはですね、いわゆる三権問題、基地、それから政治と金、景気財政政策、まあ、それに加えまして最近では公定益もありますので 4K と申し上げた方がいいと思いますが、何も解決されていないわけですね。それで何の説明責任も果たさずに放り出したということでありますから、我々は新内閣あるいは与党に対してこれから国会でですね、こういった未解決の問題について代表質問だけではなく予算委員会で徹底的な審議をしていく、求めていく。新政権は逃げずに今国会中の予算委員会の開催に応じてもらいたい。日程はきちっとあるはずだということであります。それから政治と金の問題につきまして、昨日総理ももう一回クリーンな民主党に戻るんだということを訴えておりましたが、言葉だけでなく実行が必要だと思います。具体的には2点ありまして、そのためには1つは我々が求めている参考人招致、承認喚問、しっかり応ずべきである、これが1つです。それからもう1つは小林議員や石川議員に対する議員辞職勧告決議案を本会議で採決せよ、この2点であります。私から申し上げることは以上であります。それではただいまから記者の皆様からご質問を受けいたします。質問される記者の方、発表紙の上、総裁の指名を受けた後、記者名、指名を名乗ってからお願いをいたします。それでは平川トラブ記者の方、どうぞ。はい、どうぞ。ということですけども、明日、その新政権がですね、新たな内閣を立ち上げるという予定のようなんですけど、これ日程的にですね、余裕を持たせることで優先法案を強行的に通そうとしているのではないかという、そういう見方も出ているんですけど、こういうやり方についてはどういうふうに思いますか。実は新しい政権ができたときに、大きな論点の一つになるのは、今までのような強権的な乱暴な国会運営、それを引き継ぐのかどうかというのは私は大きな論点だと思っております。今まで私どもが申し上げてきたのは、今のこの特に最近のですね、強行採決をいくつも繰り返すやり方、それから今まで積み上げてきたルールを無視して、やっていくやり方、これやりますと結局家族さえあれば何でもできるということになってしまって、国会の過程でどういうふうに周知を集めていくか、こういうことに全く関心のない国会運営が行われてきたということだと思います。これは私たち与党の時にですね、強行採決と言われたようなことがなかったわけではありません。しかしそういう中でも今我々が従わなきゃならないと思っているルール、これは少数政党にもやはり発言の場、意見を言っていく機会を与える、それをほとんど重視していない。でこれをまた引き続きですね、新しい政権が踏襲していくということになると、これは私はもう民主党政権の本質的な問題だと断定せざるを得なくなってくるわけです。ファシズム的体制といいますかね、私どもはそれには大きな警鐘を鳴らしていかなきゃなりませんし、断固阻止しなければいけない、このように考えております。よろしいでしょうか。
はい、どうぞ。東京新聞から、金杉です。昨日の鳩山首相の退陣表明から、新首相が選出されるまでわずか3日という短い期間という日程だけなんですけども、このことについて、ね、その民主党側の狙いというのはどういうふうに民主党の狙いは分かりません。私、民主党でありませんから分かりません。あまりにも短すぎるのではないかというのはありますか。まあ、あまりプロセスというものに理解のない政党だということは、これにこの件に限らず常々感じております。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。今の主犯指名の絡みの中でですね、まあ、その明日主犯指名組閣までやるという話がありまして、で、まあ、その陛下の、まあ、静養日程ではありますけれども、その日程をまあずらすことも、まあ、お願いしてやっているという話も聞いておりますが、こういうその何かその陛下のスケジュールを変えてまで確保しなきゃいけない、急ぐという、こういうやり方についていかがと思われますか。これは陛下もですね、大変責任感の強い方でいらっしゃると私思っておりますので、陛下の職務だということになりますと、陛下はおそらくお受けなんじゃないかと思いますが、だからといってそういう陛下のご日程を一方的に無視するようなことが積み重なっていくのがいいことなのか、私はそういったこともやはり配慮しながら政治というものは進めなければいけないと思っておりましてね、政権が成立した当初、習近平副主席がお出になった時の、おいでになった時の会見問題がありましたけれども、日本の天皇というものの存在について、透徹した理解、認識があるとは、ある政党であるとは私は思っております。よろしいでしょうか。それではただいまから平川クラブ加盟の記者以外の方も含めて、ご質問の方をどうぞ。はい、どうぞ。はい、民主党の代表選なんですけども、副総理をやってた菅さんも何で言われてますけれども、菅さんについての評価についてですね、まあ、菅さんは長い経験をお持ちの方でいらっしゃることも私は言うまでもありません。ただこの総裁選に関して申し上げますと、菅さんは今まで副総理をやってこられた。で、私は鳩山さんがこの時点で投げ出された原因は、いろんなことがありますけれども、要するに民主党政権のやってきたマニフェストをはじめとする政策が行き詰まってしまった、政策面が行き詰まってしまった、それから政治主導というようなことも威勢よく呼応されていたわけですが、政治主導で回していく、実際に政治を運営していく、それもあまりにもうまくいっていない、そういうその民主党政権のやってきたことの全てが行き詰まってきたということが原因だ、私はそういうふうに見ております。単に昨日鳩山さんが自分が退任する原因として挙げられた普天間の処理と、それから政治と金の問題にとどまるものではないと思います。で、そうしますと副総理というのは当然のことながら大きな責任を共有しておられる、おられるべき立場の方ですね。ですから新しい、仮に菅さんがお出になったとしても、まあ、鳩山さんが退任せざるを得なかったその首引きを背負いながら新しくその党首になられる、あるいは総理になられるということになると思いますね。よろしいでしょうか。他に、はい、どうぞ。マガジン X の島田と申します。1日に与党の皆さんで、その新聞
決議を出すというあのことがありまして、その結局その鳩山首相の辞任によってあの消されてしまいましたけれども、そのタイミング的にあの出すべきあの出されてしまったなという気が個人的にはしておりまして、その良かったのかなかと思うんですけれども、いかがでしょうか。先を越されてしまったなという感想を持っているんですが、私はそういう感想は持っておりません。鳩山政権あるいは鳩山総理を追い込んでいくというのは、我々はそれを一つの目標にして行動しておりまして、鳩山さんがお挙げになった政治と金の問題あるいは普天間問題、その問題だけにとどまりませんけれども、我々は我々なりに力を入れて追及してきたところであります。でそれをさらに追い込んでいく手段はいろいろございますが、今まで我々のやってきたことが可能なんていうんでしょうか、成果を上げた、こういうふうにご理解をいただければありがたいと思っております。よろしいでしょうか。はい、それでは、はい、どうぞ。朝日新聞の中ですけど、まあ、まだ相手のトップの顔がまだ決まってないので何とも言えない仮定の質問かもしれないですが、まあ、相手は多分に選挙の目的でこの、まあ、上を変えるということがあると仮定するとですね、まあ、それによっていくつかこちら側がそれに対応しなくちゃいけないこと、まあ、政策の打ち出し方とかですね、選挙の組織の作り方とかですね、少し考えなくちゃいけないところが出てくるのかなというふうな気もするんですけども、そのあたり現時点で総裁ここはちょっと変えてみようとか、向こうがこう来たらこう変えてみようとか、ここは変える必要があるなとかっていうのは、いくつかお考えっていうのはどんな感じがあるのかなんでしょうか。選挙を前にしてですね、これでは戦えないから表紙を変える、これは我々も過去そのような過ちを犯したことがございます。結果としていい結果にはなっていなかったと私は思っております。したがって鳩山さんも何て言うんでしょうか、目的を達成されてお辞めになるわけではない。要するに先ほど申し上げたように追い込まれてお辞めになる。それで表紙を変えて一瞬の新鮮さはあるいは保たれるかもしれません。しかし民主党の政権運営、政権のあり方、政策のあり方、あるいは政権運営の仕方そのものが行き詰まっているとすると、一瞬のその表紙の変えた効果が長続きするとは思いません。したがって基本は私は変える必要はないんだと、我が方はですね、きちっとやるべきことをやっていくということだと考えております。選挙に与える影響についてはそれほど心配する、まあ、警戒する必要はないという、まあ選挙の情勢というのは変わりしょっちゅう変わりますからね、我々にとって一番都合のいい時に都合よく物事が起こるとは限らないわけです。しかしこれある程度の流れの中で見れば明らかに相手側が行き詰まったことである。そしてそれを克服すべき、向こうが克服できる状況は生まれていない、こういうふうに思っております。よろしいでしょうか。はい、それでは以上をもちまして谷垣総裁の定例記者会見を終了させていただきます。どうもありがとうございました。